こう恋心というか、うん、ちょっとなんかそういうポワポワした気持ちになると、うん、相手のことすごく可愛いとかかっこいいとか、わかる、こう見えてしまう、うん、ちょリアルな感じがいいですよね。なんか漫画とかで、うんうんうん、やっぱりこう自分の好きな人が出てくる時とか、うん、周りに花が急にパッて咲いたりとか、ありますね、そういう演出あるじゃないですか、はい、うんうん、でもやっぱ現実世界も、うん、ないけど、はい、そういう感じなんだろうなって気持ちというかね。確かに僕はあの小さい頃、うんうんうん、初めてその小学校の時引っ越して、はい、おー、はい、マンションに住んだんですよ、うんうんうん、その時に、はい、じゃあ今からこのマンションに住もうって思って、はい、家族で入った時に、うん、そこで住んでる家族がすれ違って、うん、挨拶したんですけど、うんうん、はい、そこの家族の後ろからついてきた、はい、同い年ぐらいの女の子と目合った時に、はい、キャ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 みたいになって、はい、そっから思わずすれ違った後に後ろ姿をずっと眺め続けて、どこや何やってんのみたいな、早く行くよみたいな、はい、一目惚れみたいな瞬間初めて味わったの。すごい、本当にアニメにありそうなシーンを。そう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 、多分フィルターがめちゃくちゃかかってて、すごい、うん、あの経験をしたからなんかなんとなくわかるんですよね、うん、すごいですね、まさにキラキラの瞬間。場面的にはちょっとダミアンとは違いますけど、うんうんうん、でも出会い方で、うん、言ったらもう本当にまんまというか、まんま、まあもうそこから一切会ってないです。会ってないんだ。同じマンションでも会えなかった。会えない会えない、それがめちゃくちゃ残ってるんですよね、頭の中に。そうなんですね、今でも残ってるってこと、うん、今でも残ってる。だいぶ衝撃的な出会いだったってことですね、うん、それぐらい好きだったんだろうな。うわ、なんて素敵なんだ。なんて素敵な出会いなんだ。はい、あーすごい。